朝の日記です。昨日ね、夜清川村で、2曲、曲を仕上げて、それから大急ぎで新幹線乗って、大阪に来ました。ここはサンドイッチーズです。カフェオーレをいただきながら、ちょっとだけ、それぞれの朝ってあるじゃないですか。で、僕は割とつい酔いっぱりで12時とかに寝るんで、朝8時半とか8時とかに目覚めて、この頃そんな感じですね。で、だから外へ出るのはもう10時過ぎてからっていうような、それでもね、朝の気配っていうのが、街には溢れてますね。今ね、うちの実家の隣がすごい高層マンションが建つ、その多分音やと思うんですけど、ガンガンガンって聞こえてる。まあ、これマイクつけてるんですけど、多少ね、聞き取りにくい。ですから、今朝から皆さんのご質問に答えようと思ったんです。ちょっとこの環境がね、もう一つなんで、つれづれ的なことを話しようと思うんですけど、この間これ言いましたかね、内科医の橋暮さん、もちろん某病院に勤めておられるんですけども、その人とお会いして、もうちょっとしたら、まあ、対談をね、何かの形でやりたいねって言ってるんですけど、僕は別にそんな積極的に発信してる方ではないとは思うんですけど、でも、まあ、ワクチンについて、あるいはこの COVID のいろんな規制については、それぞれがそれぞれの判断でやればいいんではないかと、いいんではないかっていうのも、それが、生きるっていうことじゃないかっていう観点ですね。人の迷惑を、ね、かけるな、ちょっとでも心配させるなっていう、そういう考え方が世の中にあるっていうことは知っていますけど、もちろんそれに別に反論をするつもりも全くなくて、生き方というのは本当に複雑なもので、一人一人がその生き方を選んだというのには、往々にしてですよ、浅はかさも含めて他人が立ち入れない理由、謎、こんがらがった意図、あるいはすごく強靭な、そこに至るまでの過程があるっていうことを、もう僕なんかちょっとまあ、こういう言い方をしたら怒られるかもしれませんけど、ほの目にしみるぐらい知ってるんですね。知ってるって言ったらおこがましいか。でも、まあ、浴びてるわけですよね。なんていう親不孝者やって思ってて、ほんまに自己中心的な人から、本当にそうか、そういうことがあったのかっていう、思わず自分の立ち位置がぶれるような人まである。例えば交通事故にあって、その後回復するっていう時でも、それぞれの思いがあって、それがその人に反映している。だからそれをよほど深い価値観で説得してくれないと僕は動かないんですね。僕は動かないというのは頑固になってるんじゃなくて、僕の身体の奥にある僕自身の声、この間もちょっとその話しましたよね。自分自身の声、自分を見つけるっていうことは、この身体とつながることだ。その身体っていうことすらもう分からなくなりました。肉体のことやと思う。この間ちらっとね、三つ若老師と話した時も、そういう肉体やと思ってるんですね。ほんなら身体って身体主義か。いやいや、そうじゃない。自分の中の納得、実感、
全身全霊でそれに向かうということっていうのは、それはやってみたいっていう人は世の中の何割あるでしょう。僕の勝手な空想では8割ぐらいあるんじゃないでしょうか。本当の心の奥底では自分が納得して全身全霊でそれに向かいたい。それは2つ理由があって、その方が気持ちがいい。それから野口春彦先生が言っても充実する、人生が充実、この充実ってどういうことなんでしょうね。充実とは何か。あるいはもっと合理的に、合理的で大事だと思うんですよ。利益がある、しかも目先の人参の利益があるってすごい大事なことで、それが真実を反映していることがある、反映してないこともある。目先のお金をもんで、お金に別に目的がないのにお金をくれるからっていうのに飛びつくっていう場合、まあ僕の感覚では6割5分方後でえらい目にあったりしますよね。これは倫理でも道徳でもない、僕が何千人と見てきたなんとなくの実感っていうか、もうはっきりしたはっきりしたなんとなくの実感。つまり人間は実感を得て行動したい。なぜかっていうと、その時に全体で動くことができるからですよね。武術でもよく全体で動くって言いますよね。これがまたすぐに標語になったりするんです。標語になったら最低の武術になったりするんですよ。標語じゃなくて、あれってやっぱり師匠と自分と動きが違って、師匠の方が20歳も年上のに早い。それは全体で動いてるからっていうことが分かってくる。これは完全に現実を写像しているわけでしょう。現実を見事に写し取っている。そういう機会って大体ない。大体は、まあ、現象学なんかを見れば分かりますけど、自分の思い込みで世界を見ている。僕たちはみんな自分の思い込みで世界を見ていて、その自分の思い込みで世界を見ていることが、なんだと思って、むしゃむしゃして、この皮を剥ぎ取って、もっと現実というものを素晴らしい光の中で見たいって思っていると、太壁論は面白いし、そうじゃなくて自分はすでに現実を見てるなんていうことを言ってる、本当にここだけの話やで、幼稚な人は幼稚って失礼やな、でも幼稚なんです。幼稚でもないか、子供たちはそうじゃないもんな、もうっていうのは自我がまだ膨らんでぐちゃぐちゃになってないもんね、うん、でもある種まあ、うん、ちょっと単細胞さんっていうかね、細胞っていう言い方はもう死後やねあかんわ、うん、まあまあ揶揄する気持ちはないんだけども、気づいていただきたいと思うからこういう言い方をついしてしまったんですけど、はい、何の話でした、そうそう、自分はどこにいるっていう話でしょ。自分はここにいるやん。でもいろんな人から言われたり、権威から言われたり、権力から言われたり、世間体から言われたりすると、自分がブレてブレて苦しむ。どうしたらいいの。子供を見てても、その子供に対して結局世間体で対応して、その世間体で対応して自分自身を見てくれてないって。子供は非常に依存的ですから、そういう意味では依存って悪いことじゃない。依存されてる、依存されてる相手が一番真実を見ますよね。しかも世間を超えた、世間的にこれではあなたの領分でしょ、今度貸し借りなしでしょって言えても、依存してる人っていうのはもっと求めてるから、こちら側に。だからある種の真実を突きつけてくるんですね。でそれを馬鹿げているっていうことと、でも空いた、汲み取らないとって、それ両立してないといけないですね。汲み取りすぎると今度はもう自分も泥沼に入っていって、二人とも泥沼になる、いわゆる共依存みたいな状態になる。でも一方でそれは違うでしょ、パン、これは絶対しなければならないポイントがあるんだけど、そこで切り捨てると今度は自分がなんか全然成長しなくなって、また同じことをなんかしてしまう。まあまあそういうようなことが、あるんだけど、子供なんかはそうですよね。子供は大人に依存してるからこそ大人に真実を突きつけるんです。だから依存って悪い、もちろん悪い、悪いというよりもおさ成長してない、これは事実。でもその依存が鏡のように、依存してる相手が
自分のもうちょっと内欲の中の恐れとか怒りとか、向こう水とか冷淡さを映してくれるっていうことはあり得る。その時に必ず矛盾した自分の世界観、矛盾したものをちゃんと飲み込んで一体になってると言ったら言い過ぎですけど、そういう世界観を持ってないとどっちかにぶれる。そこに全体性っていうものがまたあるんですけど、この全体性っていうものを実感するのには身体しかないんですよね。さあ、それだけのことなんです。ところが身体っていうともう肉体というふうにしか僕たちはもう理解できないんですね。だから声なき声とか言うと今度は宗教的になったりする、あるいはスピリチュアル系になったりする。いいんだけど、でもそういうまたフィルターがかかる。だからこれ難しい。だから初めに自分の声とか真実の声とか自分自身とかっていうような観念的なものを排除して、そしてだんだんそれが分かってくる、確着実に。そういう意味でまた壁論やってるわけですよね。というようなことをまあつらつら考える朝でございます。はい、今日はこれからね、今ねちょっと足を悪いして母親が施設にいるので、久しぶりにね本当会える COVID が収まってきたから、そういう朝でございました。ありがたいです。はい、名越康文 TV シークレットトークよろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな感じの状況を実はやりたいなと。街のダウンタウン、混み出す街に